4.10中野サンプラザ大会もも黒春の1大事眩しさの中に君がいたは2011年4月10日に開催されたライブブルーレイ &DVD として発売されており DVD はレンタルにも対応している会場の中野サンプラザ早見明かりの脱退公演であり桃色クローバー名義では最後となるライブ最後なんだからこそ泣いても笑って終わりたい 全力で笑っていきたいと思います。という早見の宣言通り、6人は時折涙を見せながらも最後まで力強い歌とダンスを繰り広げた。ライブ終盤では1時間近くが脱退セレモニーに当てられ、各メンバーが早見との思い出を台本なしで語るシーンがその大半を占めた。公演終了後にはグループ名を桃色クローバー Z へ改名することが、 本人たちも事前に知らされないままサプライズ発表された。突然の発表に戸惑い、解明を受け入れられないメンバーがスタッフと口論する場面が DVD& ブルーレイ作品の特典映像に収められている。ミュージックマガジンの特集号では、もはや単なるライブ DVD の範疇を超えた青春ドキュメントと評された。プロレスを意識した演出が初めて大々的に行われ、 カンナガツやムト刑事が登場。プロレスでは、おなじみのイグラントによる進行や寄与の刺激による中継企画が取り入れられたのも、このライブが最初である。前回初めてのホールコンサートを行った時のバイト、なる4400席のチケットは、両部とも一般発売開始から数分で完売した。開演前には、 公演1ヶ月前に起こった東日本大震災からの復興を願うメッセージがファンによって巨大な幕に寄せ書きされステージに掲げられた。本公演は通常の演出よりも照明を抑えた節電ライブとして行われ震災の影響で単独ライブが中止となった妹分グループのシリーズエビス中学もゲスト参加することとなった。マスクをつけた状態で登場し歌うという アイドルとしては、異例の演出での幕開けとなった。ピンキー・ジョーンズ・君と、世界ビリーブ・ミライボール全力少女ありがとうの、プレゼント、アリアス強化。愛ですか玉石しおり恋は、暴れき太鼓、高切れに太陽と、エクボ、桃田かな子フォール・イン・トゥ・ミー、早め明かりだってアーリンなんだもーん、佐々木あやか恋のダイヤル6700、増スズ三人前でこまゆえんの最終決戦。 デコマユチャイム。私立恵比寿中学ザティッシュ止まらない青春。私立恵比寿中学チャイマックス行くぜ。怪盗少女オレンジノート未来へ進め。走れ。強く強く6人揃っての力強いパフォーマンスが繰り広げられた。桃色パンチ全力少女ココ。夏ワーズオブザマインド。ブランニュージャーニー君。ユキピンキー・ジョーンズ未来ボールビリーブ気分はスーパーガール。走れ。君と。 世界チャイマックス未来へ進め、オレンジノートアカリニエ送るタイクで、怪盗少女、強く強くあの空へ向かって、特典映像を。ありがとうございます。